はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP とネムと IOST、 カルダノエイダ、ポルカドット、モナコインですね、今日も8通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の6月の4日金曜日ですね。今が19時58分ということで、皆様1週間家事育児お仕事お疲れ様でした。今日もですね、仮想通貨の総分析と注目のニュースをですね、配信していきたいと思っております。まずですね、今日の仮想通貨市場の状況をですね、見ていきたいと思うんですけれども、まあ全面的にですね、大きく下げてきたというふうな状況となりました。本当はね、ご紹介したくないんですけれども、まあ、イーロン・マスクさんのですね、ツイートがまた炸裂しまして、それによってですね、大きくビットコイン仮想通貨市場全般的にですね、下げてきてしまったというふうな状況となっております。まあ、謎めいたですね、ツイートというか、まあ、いろんな含みを持たせるようなですね、ツイートだったわけですけれども、まあ、今後のですね、状況、まあ、各社がね、どういうふうに報じられているかというところだったりとか、それから今後ですね、どういうふうに推移していく可能性があるのか、まあ、今日の夜ですね、まあ、雇用統計なんかも発表されるということで、まあ、世界のですね、経済の流れが気になるところではあるんですけれども、まあ、そのあたりのですね、ニュースも合わせながら、今日はですね、情報をアップデートしていきたいなというふうに思います。さあ、それではですね、ニューヨークダウに関しては朝分析の方でですね、アップしておりますので、今日はですね、日経平均のですね、状況から見ていきたいと思います。日本経済新聞さんのニュースですね。今日の日経平均株価は3日ぶり反落しました。終値116円安の 28,941 円で、終えたということですね。今日の東京株式市場で日経平均は3日ぶり反落ということで、前日比で言うと 0.4% 安の 28,941 円で終えたということですね。で、まあ、今日のですね、朝の、相場分析でもですね、お伝えしましたけれども、アメリカの長期金利がですね、上昇しました。それによって、まあ、ドルもですね、かなり上がったわけなんですけれども、まあ、そういったね、アメリカの長期金利の上昇の警戒感から、高 PR 銘柄がですね、売られたということですね。それから、今日の夜にですね、発表されますアメリカの雇用統計を前に、持ち高調整の売りに押される場面もあったということがですね、言われております。で、今回ですね、後ほど、まあ、発表されます雇用統計なんですけれども、ダウジョーンズ通信によると、予想ですね、今回の市場予想は前月比でいうと67万人増ということが予想されております。雇用者数だけではなくて失業率や平均時給なども注目されているということで、市場の反応を見極めたいというふうなですね、まあ、状況だということですよね。まあ、ということで、経済の方はですね、やはり今回の、この夜のですね、雇用統計待ちというふうな状況がですね、まあ、続いているということなんですが、まあ、そんな中ですね、イーロン・マスクさんが今日またですね、爆弾を投下したということで、コインポストさんはさすがですよね。本当にもう各媒体の中でも、今日のですね、このイーロン・マスクさんのツイートに関しては、すぐにですね、ニュースをね、アップしておられて、またYouTube チャンネルの方でもですね、すぐに報じられておりましたので、それはさすがだなと思ったんですけれども、まあ、そのニュースの記事ですね、イーロン・マスクのネガティブな示唆、揺さぶられるビットコイン市場という題目でですね、今日の12時10分にね、もうすでに報じられているということで、非常にですね、早い反応を見せたのがコインポストさんの記事だったわけですけれども、4日のですね、暗号資産市場ビットコイン価格は416万まで落ちてきたと。まあ今はですね、もう少し落ちていますけれども、かなりですね、市場が弱気になってしまったということですね。で、その、まあ、引き金になったのがこのイーロン・マスクさんがですね、リンキンパークの歌詞をですね、まあ、引用ツイートみたいなことにして、ビットコインハートが割れるみたいなね、マークで、ツイートしたと。まあ、これがですね、拡散されたことによって大きくですね、下げてしまったということですね。で、これに関してはもういろんなですね、意味合いが取れるということで、まあ、いろんな憶測がですね、呼んでいると。まあ、それに対してですね、反発的なコメントもリプライもいっぱいね、イーロンさんにはされているわけなんですけれども、で、以前からですね、イーロン・マスクさんこういうね、ビットコインを急に批判する、突き放すような、まあ、報道、ツイートをですね、結構しているということなんですけれども、コインポストさんとしての見方としてはですね、テスラの主な収益源の一つとして再生可能エネルギーであることから、他の経営陣やステークホルダーの反発を無視できなかった事情が、まあ、内在していた可能性があるんじゃないかということもですね、報じられています。で、ちょっと注目なのはこちらですね、SEC がアメリカのテスラに対してイーロン・マスク CEO のツイッターの利用を監督できていないというふうにですね、指摘したということなんですね。で、これに関してイーロン・マスク CEO はですね、過去にも株式市場の相場操縦を疑われる問題をたびたび起こして SEC と揉めていたというふうなですね、過去が、あったようですね。若いうちにツイッターへの投稿に関して弁護士の事前承認を得ることが義務付けられていたということなんですけれども、何らかの事情でこれを放棄した可能性もあるということなんですね。ちょっとここがですね、気になるところでして、まあ、今後もですね、こういったツイートが、まあ、いつね、起こるかわからないと、むしろもっと荒らしてくるような可能性を考えられるんじゃないかっていうふうにですね、ちょっとね、懸念するところですよね。で、一方で、まあ、コインテレグラフジャパンさんのニュースでもですね、当然ながら報じられているわけなんですけれども、まあ、今回ですね、ツイートしたのが、史上最大のビットコインイベントとしてアメリカのマイアミで今始まっているビットコイン2022
21日直前に投稿されたということで、まあ、タイミングとしてもですね非常にまあ見計らってきたような感じがして、まあ、かなり計算されたようなですね、まあ、ツイートじゃないかなというふうにね、ちょっとまあ思いましたけれども、まあ、これに関しては今後もですねどういうふうにどのタイミングでツイートされるかっていうのももうどういう、まあ、全然わかりませんし、どのメディアでどんな発言するかっていうところも含めてですねやっぱりわかりませんので、まあ、いつね、こういうことが起きたとしてもすぐに逃げれるようにっていう感じでですねリスク管理っていうのはまあ改めてしておかないといけないというふうなね、まあ勉強になったんじゃないかなというふうにですね思っております。まあこれまでもね何回もありましたので、そろそろね体制がまあできてきたかということで、そんなにね以前のような大きな下げは見せなかったということで、まあ徐々にですね気にされなくなったらいいなというふうに個人的には思っているところですね。でまあいろんな含みがあるんですけれども、このペントシさんという方ですね、かなり影響力を持った方なんですけれども、この方がですねこのイーロンマスクさんのこのツイートですね、これを引用リツイートしまして、ちょっと独自のですね見解を述べているわけなんですけれども、まあイーロンマスクさんがその心変わりをしたかもしれないと、そういう風なね内容のことにも読み取れなくはないと、そういうところからするとストロングブロックっていうねツイッターアカウントからイーサリアムのノードをですね宇宙に送りますみたいなツイートがあったんですね。でそれを引き合いに今回心変わりしたと、で今後はですねプルーフオブワークからプルーフオブステークにですね変わっていくと、そうなると、今後、まあ、心変わりした相手はイーサリアムなんじゃないか、まあ、そこまで言ってないんですけど、そういう風にまあ読み取れなくもないという風なねまあ憶測もあったりとか、まあ、本当にいろんな憶測があるんですけれども、どういう風な意味を持ってねこのツイートをしたかっていうところに関しては、もしかしたらいろんなですね徐々にこう明らかにされていくかもしれないということで、マスクさんのツイートはですね、しっかりまあ見ていくというかね、まあちょっと注目しておくべきなんじゃないかなとはですね思っております。まあ、そんなイーサリアムなんですけれども、 無傷のイーサリアム、クジラの資金流入が追い風にということで、クラケンリサーチの中でですね、まあ注目の記事が報じられているということで、イーサリアムに関してはですね5月に最大 64% のプラスと、35% のマイナスを経験したわけなんですけれども、終わってみれば 3% のマイナスだけでですね取引を終えているということですね。まあ、イーサリアム、ビットコインに関しては大きくね、下げたような相場が、相場になりましたけれども、イーサリアムに関してはほぼ無傷で乗り越えたことになるということですね。でこれに関してやはりイーサリアムはですね急増するクジラというところもですね注目されておりまして、イーサリアムの保有数ごとにアドレスを見てみると、1万イーサリアム以上を保有するクジラのアドレス、この赤色がですね、急増していることがまあ確認できるということですね。大きく下げた、ところですね、このあたりから一気にですね伸びてきているということですので、まあ、かなりクジラもですね、まあここで買い支えしている、まあ、買っているというのがですね、分かるんじゃないかなということをですね言っています。でアメリカの金融界からもですね支持するコメントは出ておりまして、ゴールドマンサックスが有効な価値保存手段としてビットコインを追い抜く可能性が高いと発言すれば、グッケンハイムパートナーズの共同創設者はビットコインより高い実用性があると話したということですね。ということで、まあ、完全にですね市場の注目はイーサリアムに集まってきている。今後ですね、アップグレードですね、イーサリアム 2.0 の中で、その目玉となるのがプルーフオブステークへの採用ですね。はい、ここが注目されておりまして、引き続き高い注目度はですね維持していくんじゃないかなというふうにですね思われているっていうのが今の現状ですね。はい、ここまでが今日の外部環境ということで、一応ですね今日の6月4日金曜日ですね、20時からパウエル議長、 FRB 議長の、まあ、発言ということで、もう今ですね始まっております。で21時半からは5月の失業率だったりとか、雇用統計だったりとか平均時給ですね、こういったところも発表されるということで、引き続きねこの雇用者数の変化ですね、ここはしっかりね見ていきたいところかなと思っております。それでは総分析の方入っていきたいと思います。はい、それではですね今日もビットコインから見ていきたいと思います。こちらですね、ごめんなさい、今のビットコインの価格がですね36,777ドルということで、日本円で言うと405万3000円ですね。今日のところまあ 5% 下げてきたということで、思ったよりですね影響がまあ大きくなってきたかなというふうな状況ですね。で一時この三角持ち合いのですね上限値を突破していたわけですよね。ここから一気に伸びるかなっていうふうな状況の中で、そういうですねツイートがまあされたということで、まあ仕方がないところではあるんですけれども、ちょっと注目したいのはやはりこの三角持ち合いの中にもう一段ね入ってきてしまったっていうところと、あと直近で作っていたこの上昇トレンドラインをですね割り込んでしまった、あとは5日移動平均線も割り込んでしまっているという風な今の状況ですね。ここからもう一段ですねロング勢が押し返して下髭をつけて終わってくれれば、また見方は全く変わってくるわけなので、今夜の値動きでそこまでもう押し上げられるかどうかっていうと、まあなかなか厳しいんですけども、そこまで押し上げた場合はちょっとね一安心かなと思うんですが、ちょっと今の展開は週末を前にですね非常に厳しい展開にはなったかなというふうにですね思っております。で、まあ、今日の雇用統計に関してもですね、まあ、昨日の ADP 雇用統計が非常にいい数字が出ましたよね。それによって、貯金に上昇してドルも買われて、逆に株式市場は下げたというふうな状況となりましたよね。それと同じような状況で今回の雇用統計からもですね大きく、いい数字がですね出るようなことになれば、同じような状況がですね促進していく可能性があるんじゃないかなと。そうなってくるとビットコイン市場、仮想通貨市場に関してはあまりですねいい雰囲気にはならないわけですよね。はい、テーパリングの議論が、
加速したりとか、そういうふうなですね、ことにつながっていくということで、ちょっとね、いい指標が出れば出るほど、ちょっと厳しい環境にはなるんじゃないかなと、個人的にはですね、思っております。なので、まあ、今日下げて、下げたまま、まあ、週末を迎えるということで、ちょっとこの週末はですね、厳しい展開を、まあ、想定しておかないといけないかなというふうに思っております。で、一応ですね、ここの、三角持ち合いの安値を切り上げているラインに関しては、全然まだね、生きている状況なわけですよね。ここのラインになるわけですけども、ここはまだまだ生きております。なので、今からこう下がってきたときに、$34,500ぐらいのところで、下げ止まれば、水平線としても生きるし、ここの安値の切り上げラインとしても生きるということですね。ここが、一つの起点となるかなと思っています。週末、まあ、下げてきたとしても、$34,500のところぐらいは、まあ、守る可能性は十分ね、あるんじゃないかなと思っています。で、それを割られたとしても、もうそんなに大きく、まあ、$30,000を超えるようなことにはならないかなと、個人的には思っていますので、まあ、一つこの$34,500っていうところをもう一段ですね、意識しておかないといけないかなというふうにですね、思っております。で、この$34,500を抜かれてしまうと、ちょっとね、非常に厳しい展開にはなってくるわけですけれども、まあ、最終ラインとしては$30,000から$32,000ぐらいのところですね、このあたりがまあ意識されて、買い戻しされるような展開になるんじゃないかなというふうにですね、思っております。まあ、直近のところで、何回かですね、そういうふうな状況が見て取れましたので、同じようにこのあたりはですね、引き続き強いんじゃないかなと思っているところです。続きまして、イーサリアムですね、見ていきはい、こちらイーサリアムですね、イーサリアムも大きくね、上げていたんですが、一旦ですね、戻してきてしまったということで、今が$2,633ですね、日本円でいうと、29万円ということで 7.1% 下げてきてしまっております。イーサリアムに関してもここの安値の切り上げラインですね、ここの下限値ギリギリのところでね今推移しておりますので、イーサリアムに関してはここを割られてしまうと結構ね、厳しくなってくる可能性があるかなというふうに思っております。まあその場合でも 100MA はですねここにありますので、2350付近ですね、このあたりまでは下げて、おかしくないかなと思うんですが、ここを割るような展開まではですね売り込まれないんじゃないかなというふうに思っております。で、今回ですね、まあ、高値のところは2800、まあ、2900ぐらいの手前のぐらいのところで3回連続でレジスタンスされてしまった格好になったわけですね。こうなるとやはり直近の見立てとしてはかなり厳しくはなってきます。ただし安値に関してはこう切り上げているラインとかもありますし、まあ、100MA もあるということで、このあたりで下げ止まってくれれば、まあ、アセンディングトライアングルのような形を継続してもう一段ですね試してくる可能性もありますので、まあ、なんとか本当にここでですね2350ぐらいのところですね、ここが週末なんとか守れるかどうか、ここをしっかりね週末の相場で見ていかないといけないかなというふうに思っております。これを割られるとまた$2,000ぐらいまでのところにですね落ちてくる可能性も十分考えられるというふうな相場環境になるかなと思いますので、週末の相場で警戒したいところかなと思っております。続きまして XRP 見ていきたいと思います。はい、こちら XRP ですね、今の価格が94セントということで、日本円でいうと104円ですね、今日 9% 落ちてきている状況です。非常にいい形で上がっていただけにですね非常に悔やまれるわけなんですけれども、まあ、ダブルボトムを作ってネックラインを超えるかどうかというところで反発されてしまったと。ただですね、まあ、以前から言っている通りこの90セントとか、あとはまあ引いていませんが、ここの安値の切り上げラインはですねまだ生きております。で、その安値の切り上げラインと被ってくるのがこの90セントの水平線になるかなと思っていますので、ここを割られるかどうかが結構ね、今週末の相場では重要かなと思っています。ここを守ればまだね一段上に上がっていく可能性はあるわけですけども、ここを割り込んでしまうと75セントだったりとか本当に60セントぐらいのところまでですね、この200日移動平均線までもう一回下げてくると、そういう風な環境になる可能性もあります。まあ、そこまでねもう一段下げてくるとなると、中期的な視野に関しても大きくねここはまあ目線を変えていかないといけないような相場環境になるかなという風に思っております。ちょっとね今週末でこの90セント守れるかどうか、そして75セント、まあ、このあたりで下げ止まるかどうかというところはですね、今後の中長期的な相場を、まあ、見る上でもかなりね大事な相場になってくるかなというふうにですね思っております。このまま下げが続くとですね完全に綺麗な、デッドクロスがですね完成してしまうということで、まあ、ビットコインもですねもう冷やしレベルで完成していますけれども、そういうふうな展開になって、中長期的にかなり厳しい視野になってくる可能性がありますので、このあたりですねしっかり下げ止まるかと、下げ止まることができるかどうか、ここを、まあ、しっかりね見ていかないといけないかなと思っております。続いてネム見ていきたいと思います。はい、こちらネムですね、今の価格が 18.5 セントということで、日本円でいうと 20.3 円、今日 7% ダウンということで、まあ、見方としてはもう、XRP なんかとですねほぼ同じですよね。いい感じで上げていたわけですけれども、まあ、レジスタンスされてしまったということなんですが、まあ、ネムに関しては上げ幅もですねそんなに大きくはなかったので、まだこういうですね三角持ち合いの中を保ったまんまというふうな見方もできるわけですね。で、その中で最終ライン、今が18セントの水平ラインも被っているところで、下げ止まるかどうかというふうな展開になっておりますので、まあ、週末ここを守れるかどうかですね、これを守れたんであればまだですね上に行く可能性は残っているんですが、まあ、買われる理由がですねさほどやっぱりないので、なかなか上げはですね難しい展開じゃないかなというふうに思っております。まあ、下げたとしてもやはりね直近安値を超えていくような下げには僕は繋がらないんじゃないかなというふうに思っていますので、まあ、引き続き下げには警戒しつつ、まあ、横ばいになるような相場環境じゃないかなというふうにですね、思っております。続きまして IOST 見ていきたいと思います。
はい、こちら IOST ですね。今の価格が 3.1 セントということで、日本円でいうと 3.5 円ですね。今日 9% 下げてきております。IOST に関しても非常にいい形で上げていただけにですね、まあ非常に残念なわけですけれども、まあなんとか今ですね、安値の切り上げラインは守っている。そしてまあ 3.3 セントが被っているラインということで、ここがかなり注目ですね。200日移動平均線も被っています。そうですね、ここを超えられると 1.9 セントまで落ちるかなというふうな感じですよね。まあ、ここに関しては、やはりこの 3.3 セント付近の注目度っていうのが直近かなり、ね、高いですので、ここを割られてしまうと一気に、ガタッと崩れる可能性はあるかなということで、ここはしっかり、ね、警戒したいところかなというふうにです、ね、思っております。週末で、まあ、ここの 3.3 セント付近でダラダラしてくれればなんとか助かるかなというふうな感じですけれども、このトレンドラインはです、ね、かなり市場の目線、注目度が増している状況ではある、ありますよね。何度も何度もこの辺りで下髭 です、ね、守ってきたというふうな相場環境ありますよね。ここもそうですし、ここもそうですよね。はい、なのでここを実態レベルで思いっきり割り込んでしまうってなると、市場の目線はですね、かなり悲観的なムードに変わってくるんじゃないかなというふうにですね、思っております。続きまして、カルダナエダ見ていきたいと思います。はい、こちらカルダナエダですね、今が 1.68 ドルということになっておりますが、まあ、カルダナエダに関しては下げ幅がですね、かなり、強かったですので、まあ、今回のような下げの中でもやっぱりですね、直近のところで反発してきているというふうな状況ですよね。で、短期の移動平均線なんとかこう被ってきたかなっていうぐらいの下げでとどまっているということなので、まあ、そうですね、今からここを守りきれることができれば、まだですね、ここの上昇トレンドラインも割られていませんので、引き続き、まあ、この辺りで、うろうろするか、まあ、ここを起点としてまだですね、強含んでいく可能性はですね、十分に考えられるかなと思っています。で、今回ね、ここの三角持ちは意識されていましたが、まあ、抜けたところがですね、1.88 ドルということになりました。ここの高値だったりとか、ここのサポートラインですね、まあ、1.9 っていう風に考えていいかなと思うんですが、この 1.9 の水平線と、ここの安値を切り上げているラインと、こういう感じでですね、三角持ちが再度形成されて、まあ、アセンディングトライアングルの形の中で、来週の相場で、まあ、これを抜けていくかどうかっていう風な展開になっていく可能性は十分ね、考えられるんじゃないかなと思っております。続いてポルカドット見ていきたいと思います。はい、こちらポルカドットですね、今の価格が24ドルということで、まあ、ポルカドットに関しても大きくですね、上げていたんですが、そこから下げてきたと。ただ、200日移動平均線の重要ラインはですね、まあ、割っていないということですよね。まあ、ここに関しては水平線としてもですね、直近意識されるところをですね、なんとか守りきっていると。まあ、ここを、まあ、守るかどうかというところが直近の最大の注目ポイントかなと思っております。それからまあ22ドルのところもね、過去からの値動きの中で意識された水平線になるわけですけれども、まあ、22ドルから19ドル、このあたりでね、直近の大きな下げもなんとか守りきったということがありますよね。一時的にはまあ15ドルまで下げ込まれましたけれども、まあ、このあたりの拡大はさすがに強いかなと思っています。むしろここで下げ止まってね、また上を試していくような展開になるんじゃないかなと個人的にはですね、思っております。まあ、週末に入る中でね、まあ、買われる意欲、買われる勢いというのはかなりね、衰えてくるとは思うんですけれども、まあ、マックリーがゴールデンクロスしていたりとか、RSI もですね、かなり復調傾向になっておりましたので、ここをですね、しっかり守ることができれば、週末においてもですね、そんなに悲観するような相場にはならないんじゃないかなと思っております。続きまして、最後ですね、モナコイン見ていきたいと思います。はい、こちらモナコインですね、今の価格が 2.3 ドルですね。日本円で言うと255円ということで、今日 6% ほど下げてきたという風な状況ですね。で、モナコインに関してはこれ見ていただいたらお分かりの通りですね、大きく下髭つけてやっぱりね、反発力が強くなっております。まあ、こういったところも相場をですね、今押し上げている力強さっていうのがですね、見えているんじゃないかなと思っています。まあ、普通であればね、ここ大きなピンバーつけましたので、大きくね、下げ込まれてそれが継続するっていう風な感じでもおかしくないかなという感じですよね。ポルカドットに関しても大きくね、実体レベルで今下げている状況の中で、モナコインに関しては反発してきているというふうな状況が、まあ、やっぱり他の通貨と違うところかなと思っています。まあ、このままですね、この冷やしレベルを終えてい、くことができれば、引き続きですね、モナコインに関しては強い値動きが、まあ、継続されるんじゃないかなというふうにですね、見ていくことができるかなと思います。まあ、積極的に上げて、この週末にですね、上げていって、この 2.9 ドルを超えるような展開っていうのはなかなか見込めないかなとは思うんですが、まあ、この横ばいですね、移動平均線も密集していて横ばいの中で、今からですね、上げを試していくっていうふうな環境にはですね、まあ、中期的なフェーズで見ても、そういうふうな環境になっているんじゃないかなと思っていますので、まあ、なんとか今の相場で耐えてね、ここの下が 1.8 から上が 2.9 というこのレンジの中でなんとか耐えて、そこからですね、移動平均線が拡散方向に向かっていく中で、モナコインのですね、大きな上昇っていうのが今後もですね、見込める可能性は今のところあるんじゃないかなというふうにですね、思っております。はい、ということで今日もですね、8通貨見ていきました。まあ、週末に入る前にですね、こういう形で下げたっていうのはかなりね、痛かったところではあるんですけれども、まあ、先ほどお見せしましたように、モナコインに関してはですね、かなり反発してきているという状況がありますし、
まあビットコインに関してもですね、もっと大きく下げるかなと思いきや、そんなに大きなですね下げ、まあ 6% ぐらいの下げっていうことにですねとどまっているという状況からしても、まあこれ以上ねどんどん下げ込まれるっていうふうな環境ではないんじゃないかなというふうにですね思っております。なのでまあ今日お伝えしたですね、下げラインのもう危ないポイントをですねしっかりこの週末で見ておいてですね、週明けから上げていくような環境が見られれば、そこからですね短期的に乗っていくというふうな感じで、今はですね静観していくような感じの週末にしていただければいいんじゃないかなというふうにですね思っております。はい、ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。また明日の朝にはですね、今日の夜の雇用統計の状況だったりとか、その夜に動いた、ニューヨークダウ、それから、仮想通貨市場の動向をですねアップしていきたいと思いますので、ぜひね明日の朝の、相場分析も見ていただけたらというふうに思います。ということで、今日の動画ここまでにしたいと思います。皆様に良い週末をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。